アイテム番号 SCP-125JP。 オブジェクトクラス政府。特別収容プロトコル。 SCP-125JP はサイトの高価値工芸品保管室の標準的ロッカーに保管してください。物理的損傷への耐性が認められ、ミーム的精神的汚染の兆候もないため、それ以上の管理は必要ありません。レベル1以上の権限を持つ職員は誰でも、実験内容を記入した使用申請書を提出した上で、指定実験室において SCP-125JP の使用が許可されます。取扱基準は改定されました。事件記録 125JP 13章。今後 SCP-125JP を用いた実験はレベル2以上の権限を持つ職員2名が実験内容に同意した上でのみ許可されます。説明。 SCP-125JP はエージェントによって国健康安部の骨董店にて購入された、幅 25cm、 高さ 15cm ほどの主に真鍮で製作され、彩色及び装飾の施された上皿天秤です。底面に SCALES SAYD LOVE という文言が刻み付けられていますが、 SCP-125JP は物理的破壊及び経年劣化への耐性を持つため、その他の損傷はなく、正確な製造年代を測定することは不可能です。 SCP-125JP は当初エージェントの当時の交際相手にプレゼントされ、ベッドサイドのアクセサリー置きとして使用されていました。エージェントが偶然 SCP-125JP の高価な指輪の乗った皿とは反対にあるからの皿を押したところ、全体重をかけても天秤が全く動かなかったことから、その特殊性が認識され収容されました。 SCP-125JP は天秤の左右の皿それぞれに物品を乗せることにより、物品を乗せた人物が認識するその物品同士で対応すると思われる精神的な重要さを基準に天秤が傾きます。この時 SCP-125JP の挙動が物質的重量に影響されることはありませんし、皿に乗せた物品の重量で SCP-125JP が転倒することもありません。また、片方の皿にのみ物品を乗せた場合は通常の天秤と同じように振る舞います。左右の皿に物品を乗せる人物が異なる場合は両者の関係性も重量に影響すると思われますが、はっきりしたことはまだ分かっていません。実験記録。事件記録 125JP 群を隠す。実験記録 125JP。 1、日付2000年月日。使用者 R 博士。実施方法 R 博士所有の硬貨2枚、額面は同一。結果、動かない。実験記録 125JP7、 日付2000年月日。使用者 R 博士。実施方法 R 博士所有の硬貨と同額の缶ビール。結果、缶ビールに傾き硬貨が1メートルほど飛び上がる。分析、やはり精神的な重さを計測するようだ。今欲しいものの方が重い。実験記録 125JP8、 日付2000年月日。使用者エージェント。実施方法 R 博士所有の硬貨と同額の缶ビール。結果、硬貨にわずかに傾く。分析、使用者が結果に影響することから何らかの絶対的指標を持っているわけではないと推測できる。実験記録 125JP22、 日付2000年月日。使用者 R 博士。 D1251。 実施方法 R 博士の財団内身分証と D1251D1251 には自発的に皿の上に乗ってもらった。結果 D1251 側に大きく傾く。実験記録 125JP23、 日付2000年月日。使用者 D1251。 実施方法 R 博士の財団内身分証と D1251D1251
1には自発的に皿の上に乗ってもらい、身分証をもう一方の皿の上に落としてもらった。結果、P125 を、1側に限界まで傾く。分析、まあ、価値観は人それぞれだろ。実験記録 125JP24、日付2000、年、月、日。使用者、R 博士、実施方法、R 博士の財団内身分証と D125 を、1、D125 を、1は皿の上に乗るまで R 博士が手を引いた。結果、D125 を、1は時速、キロメートルで天井に激突。脳挫傷により終了。分析。人間も手を引くなどしてやれば乗せたことになるらしい。実験記録 125JP25、日付2000、年、月、日。使用者、R 博士、実施方法。R 博士の財団内身分証と D125 を、1の財団内身分証。結果、D125 を、1の身分証は時速、キロメートルで天井に激突。その後何事もなく落下して皿に戻った。分析、踏む。本人がつま先立ちで皿に乗らなくても、身分証などで代替できるようだ。実験記録 125JP30、日付2000、年、月、日。使用者、R 博士、実施方法。R 博士の財団内身分証とエージェントの財団内身分証。結果、編集済み。実験記録 125JP35、日付2000、年、月、日。使用者、エージェント、研究員、実施方法、エージェント、と研究員がそれぞれ互いの名前を書いたメモ用紙。両者は交際関係にある。結果、研究員に大きく傾く。エージェントが研究員の不実を疑う発言を行うと、数分後、天秤はおおよそ釣り合った。実験記録 125JP37、日付2000、年、月、日。使用者、エージェント、研究員、実施方法、エージェント、と研究員、がそれぞれ互いの名前を書いたメモ用紙。両者は同性の同僚である。結果、天秤は完璧に釣り合った。追記、僕は何も言わない、と言っておく。実験記録 125JP58、日付2000、年、月、日。使用者、R 博士、実施方法、エージェントの妻の写真と D クラスの写真。結果、動かない。実験記録 125JP59、日付2000、年、月、日。使用者、エージェント、実施方法、エージェントの妻の写真と D クラスの写真。結果、エージェントの妻の写真の側に急激に傾き、B クラスの写真は天井近くまで跳ね上がった。天秤が傾き始めるまでの時間は通常よりごくわずかに遅かった。実験記録 125JP60、日付2000、年、月、日。使用者、エージェント、実施方法、エージェントの妻の写真と R 博士の写真。結果、エージェントの妻の写真の側に急激に傾き、R 博士の写真は天井近くまで跳ね上がった。天秤が傾き始めるまで5秒ほどの時間がかかった。分析、飛んだ高さの意味がわかるよ。5秒迷ってくれるだけ彼は人間的だ。実験記録 125JP61、日付2000、年、月、日。使用者、エージェント、実施方法、エージェントの妻の写真とエージェントの死亡した娘の写真。結果、SCP-125JP を乗せていた机が崩壊。床を破損。結果は計測できず。事件記録 125JP1。2000年月日。エージェントは、天秤の一方の皿に乗った上で、
現在の交際相手の所有する指輪を天秤のもう一方の皿に落としました。結果、エージェントはおよそ時速、キロメートルの速度で実験室の天井に突き刺さり、死亡しました。使用申請書の内容を精査しなかった職員は厳重注意を受けました。使用申請書記入の実験内容、もう一度自分と指輪の価値を測る。今度は大丈夫なはずなんだ。エージェント